今回は日本の文化と深く関係している日本の四季を学びながら日本語を勉強しましょうこのチャンネルではさまざまなシーンをもとに日本文化と日本語の勉強が一緒にできる動画を配信していますチャンネル登録を忘れずに 最新の学習コンテンツをチェックしてくださいねまた日本語を学ぶ者同士コメント欄で是非交流を深めてください交流を深めることによってより楽しく日本語を学んでいただけたら嬉しく思います日本には春夏秋 冬という四つの季節があります。それぞれの季節には特別な自然と文化があります。春には美しい桜が咲きます。夏には楽しいお祭りや大きな花火があります。秋には 色とりどりの紅葉を見ることができおいしい食べ物もたくさんあります冬には雪が降り温泉に入ることができますこれらの季節は日本の特別な風景を作り人々の生活や文化に大きな影響を与えています 日本の四季を通して多くの美しい自然と日本の文化を楽しむことができますそれでは日本の四季春から勉強を始めましょう日本の春は3月から5月頃までを言います日本の春という季節は いろんなことが始まる季節です。日本全国が暖かさを取り戻しいろいろな花が咲きますこの季節は特に桜の花が日本の風景を代表したくさんの人の心を和ませます春の大きなイベントは花見です 家族や友達、恋人、職場の同僚と一緒に桜の木の下で食事をしたり話をしたりしながらきれいな桜を楽しみます。公園や川沿いなど桜の名所は多くの人でにぎわい昼でも夜でも桜を見る人がたくさんいます。 特に有名な場所では、夜にライトアップされた桜がとても素敵な雰囲気を作ります。春にはひな祭りという行事もあります。ひな祭りは、日本において小さな女の子の成長を祈る行事です。ひな人形と呼ばれる人形を、 桜や桃の花などの木の飾りひなあられやお餅などをお供えしてお酒やちらし寿司などの食事を楽しむお祭りです春はまた日本で新しい学年や多くの会社の会計年度が始まる時期でもあります 4月には新入生の入学式や新社会人の入社式が行われ新たなスタートをする人たちの期待に満ちた季節となりますこの新しい始まりはたくさんの人たちに活力をもたらします日本の食文化においても春は食欲の春と呼ばれ 新鮮な海産物や山の幸が豊富に市場に出回りますたけのこ山菜春野菜など春においしくなる食材を使った料理は日本人にとって春の味覚の楽しみの一つですまた春は行楽の季節でもあります 暖かくなる天気を背景にピクニックや散歩、登山などのアウトドア活動が盛んになります。特に桜の花が満開の時期には多くの家族が外出して春の暖かさと自然の美しさを感じて幸せな気持ちになります。このように 日本の春は新生活の始まり自然の美しさそして文化的な行事が組み合わさった希望に満ちた季節です桜の花がもたらす一時的な美しさは人々に儚さと美しさ自然の偉大さを教え日本の春を象徴的なものにしています この季節は自然のリズムとともに生き季節の変わり目を大切にする日本の文化に大きく関係しています次に日本の夏を勉強しましょう日本の夏は7月から9月にかけて暑く活気に満ちた季節ですこの時期 日本全国で多くのお祭りや花火大会が開催され夏の夜を彩ります。特に花火大会は家族や友人恋人職場の仲間と一緒に楽しむ伝統的な夏のイベントで空を美しく飾る花火は夏の思い出の一つとなります。 夏祭りでは日本の伝統的な踊りや音楽が披露され地域の人たちが集まってとても盛り上がりますお祭りの期間中は浴衣を着て歩く人たちの姿も見られ夏の日本の素敵な風景を作っています 夏のお祭りの中には縁日と呼ばれるお祭りがあります縁日の屋台で売られる焼きそばやたこ焼きかき氷綿あめなどの食べ物はとても人気です食べ物だけではなく水槽に入れられた金魚をすくう遊び金魚すくいなども 多くの日本人が誰でも一度はやったことがある人気の遊びです。しかし、日本の夏は非常に暑く、最近では気温が35度を超える日も珍しくありません。このため、夏場は水分補給や日陰での休憩が大事となり、 熱中症には注意が必要です夏の食文化としては冷たい麺類や冷やし中華そうめんなどが好まれ暑い時期にぴったりの食事として楽しまれますまた夏野菜を使った料理やビタミン豊富な果物も多く出回り 夏バテ防止に役立ちます夏バテとは夏の急な温度変化によって体がだるい食欲がない疲れやすい寝不足などといった夏の暑さによる体調不良のことを言いますこの時期には七夕という行事もあります 七夕とは織姫と彦星が天の川を渡って一年に一度だけ出会える7月7日の夜のことです短冊と呼ばれる細長い紙に願い事を書いて笹や竹に飾り付けます学校では夏休みがあり子どもたちは宿題や部活動 家族との旅行などさまざまな活動で忙しい日々を過ごします。この長い休みは学びと遊びを通じて新たな体験をする貴重な機会となり多くの日本人の心の中に思い出として残っています。日本の夏は厳しい暑さの中にも お祭りや花火、海や山といった楽しみがあふれる季節です。文化的な行事や自然の美しさを楽しむことで夏の暑さを乗り切る工夫が日本人の生活の知恵としていろいろ考えられています。夏の終わりには多くの思い出とともに 次の季節へと向かいます。夏が終われば次は秋です。ここからは日本の秋について学びます。日本の秋は9月から11月にかけて涼しくて過ごしやすい季節です。この時期は食欲の秋。 スポーツの秋読書の秋といった言葉で表されるようにさまざまな楽しみ方があります秋は紅葉が美しい季節としても知られています日本全国の山公園お寺や神社赤や黄色に色づいた木や花が 訪れる人たちを温かく迎えます。特に京都や日光などの歴史的な場所では紅葉と昔の建築物の美しさが多くの観光客を引きつけます食欲の秋では新米さつまいもきのこ牡蠣など旬の食材が豊富になります ちなみに皆さんはカキとカキという日本語を知っていますかどちらも同じ言葉ですが発音と意味が違いますカキはオイスターでカキはフルーツですこれらの旬の食材を使った料理は 秋ならではの味わいを楽しむことができ食事が一層楽しみな季節となりますまた秋はさまざまな食文化イベントが開催されるため地元の特産品を味わったり新たな食の発見があったりしますスポーツの秋としては プロ野球のシーズンがとても盛り上がり高校野球の秋の大会などさまざまなスポーツイベントが開催されますまた夏の暑い気温からだんだん下がってきて涼しくなるためジョギングやハイキングなど外出も心地よい季節です読書の秋は 長くなる夜を利用してゆっくりと本を読むのに最適な時期です新しい本の発売が多いこの季節は文学賞の発表もあり読書を通じて心を豊かにすることができます秋はまた多くの芸術祭や文化イベントが開催される季節でもあります 美術館や劇場では新しい展示や公演が行われ文化的な刺激を受けることができます。この時期にはお月見という行事もあります。お月見とはちょうどこの時期に見られる綺麗な満月を見る行事です。お月見には 美しい月を眺めるだけでなく収穫に感謝して月に見立てたものや収穫物をお供えするという風習もあり今でも続いている日本の文化です日本の秋は自然の美しさと食事スポーツ読書 芸術といった多くの魅力をたくさん感じることができる素敵な季節です涼しく過ごしやすい天気なので心と体を満たす豊かな体験がたくさんできることでしょう秋の終わりには冬へと向かう準備が始まり 一年の中で最も味わい深い時期の一つとなります最後に日本の冬について学びましょう日本の冬は12月から2月にかけてでとても寒くなりますこの季節には北海道や東北地方など多くの場所で雪が降ります 東京や大阪でも雪が降ることはありますが沖縄だけは雪が降ることはありません雪が降ると景色が白く美しく変わり冬ならではの楽しみがあります冬の大きな楽しみの一つは温泉です 日本にはたくさんの温泉があり寒い冬に暖かい温泉に入ることは体を温める最高の方法です特に雪が見える温泉は人気があります遠くの温泉まで行かなくても日本には銭湯という施設、文化があります 銭湯では大きな浴場高い天井広い空間の中で温泉のようなお湯にのんびり入ることができます皆さんも日本に訪れたらぜひ銭湯に行ってみてくださいね銭湯に行ったことがある人はぜひ コメント欄でみんなに感想を教えてくださいね。また、冬はおいしい食べ物がたくさんあります。鍋料理は冬によく食べられます。野菜や肉、魚を一緒に煮て、みんなでワイワイおしゃべりしたりしながら、大人はお酒を飲んだりして、楽しく食べます。 冬にはカニやイチゴなどの旬の食べ物も楽しむことができます。この時期にはクリスマスや大晦日、お正月などの行事があります。日本では12月31日を大晦日と呼びます。もともと日本では 月の最後の日を晦日と呼んでいました。そして、一年で最後の日であり、最も重要な十二月の最後の日を大晦日と呼ぶようになりました。大晦日には、女夜の鐘が鳴ります。女夜の鐘は、百八回鳴らします。 人には108個の欲望があるとされ、金が一つなるごとに欲望を一つ消して、来年は幸せな一年を過ごしたいという願いが込められているとされています。ちなみに、108回つくと言われる除夜の金は、107回を大晦日のうちに、 残りの1回を新年につく寺院が多いようです。お正月には初詣で神社やお寺に行って新しい年の幸せを願いますお正月多くの日本人は昔からの習わしで一年の始まりにおせち料理を食べます 日本人がおせち料理を食べる理由はみんなの健康を願い病気や災いを遠ざけてくれるという考えがあるからですそのため日本のおせち料理にはそれぞれ意味がありますまずおせち料理は重箱と呼ばれる箱に入っています 十箱は料理が入っている箱を重ねるという意味ですこれは幸せを重ねるという意味がありますおせち料理は地域や家庭によって内容は少し異なりますが代表的なものをいくつか紹介します黒豆 悪いものから守ってくれる黒く日焼けするほどたくさん働けるようにという願いが込められています日本人は昔から働くことが好きなようですカズのコニシンの卵であるカズのコは卵の数が多いことからたくさんの子供が生まれることを願う意味があります ごぼうごぼうは土の中深くに根が入っていくので自分の家が強くなることを願う意味がありますかまぼこ日本で赤と白はおめでたい色とされていますまた赤は悪魔から守り白は正常の意味を表しています 伊達巻き形が巻物に似ているため知識が増えるようにとの願いが込められています「金銅」漢字では「金銅」と書きます黄金に例えて金運を呼ぶおめでたいものとされています「鯛の姿焼」「き、魚の鯛」には「 おめでたいという言葉の中にある、たいという音と同じ音が入っています。えび、ゆでるとお年寄りのように腰が曲がることから、長寿でいられるようにという願いが込められています。にはまぐり、左右の貝がぴったり合うのは一つしかないことから、 夫婦がずっと仲良くいられるようにという願いが込められています。おせち料理には他にもたくさんの料理がありますので興味がある人はぜひ調べてみてくださいね。お正月にはおせち料理の他にも餅つきという行事もあります。 みんなで餅つきをしておいしく食べるということだけではありません餅には新しく命を再生させる力があると信じられていたため祝い事や特別な日などに餅つきをするようになっていきました餅つきは一人ではできないため連帯感を高め 喜びを分かち合うという社会的意義もあると言われています家族や恋人と一緒に過ごす時間が多く大切な人たちと大切な思い出が作られますスポーツではスキーやスノーボードが楽しめる季節です雪の多い地域では ウィンタースポーツを楽しむために多くの人が訪れます。日本の冬は寒いですが温泉やおいしい食べ物楽しい行事があって特別な季節です。家族や友達恋人と一緒に多くの冬の楽しみを見つけることができます。 日本の四季は春の桜夏のお祭りと花火秋の紅葉冬の雪景色といったそれぞれが独自の美しさと文化的な行事を作り出しています春は新しい生活が始まる季節として桜の花見が楽しみです 夏は暑さとともに多くの人が活動的になり日本全国で色とりどりの祭りや花火大会が開催されます秋は食欲の秋とも呼ばれたくさんの旬の食材とともに美しい紅葉を楽しむことができます冬は雪の降る風景が魅力的で 温泉やおいしい食事だけではなくスキーやスノーボードといったウィンタースポーツも人気ですまた冬の季節に訪れる年末年始の行事は家族や友達恋人との絆を深める大切な時間ですこれらの季節ごとの変化は 日本の自然の美しさだけでなく文化や伝統をも反映しており四季折々の楽しみ方を作り出しています日本の四季はいかかがでしたか今後の動画制作に生かしますので感想をぜひコメント欄から教えてください 当チャンネルではこれから様々なシーンをもとに日本語と日本の文化を同時に勉強することができる動画を制作していきますたくさんの動画を公開していきたいと思っていますのでこの動画が少しでもお役に立ったのであればどうか皆様 チャンネル登録をお願いいたしますそれではまた別の動画でお会いしましょう